で、あのラーメンの写真を見た後の恵美子さんの反応で息子が犯人だと確信したのさ。でもそれじゃ恵美子さんの気持ちまでは分からないですよね。うん、そうだよ。なんで怒らないで黙ってるって分かるんだよ。恵美子さんは王子なりに毎年エマを奉納してるって言ってただろ。彼女は漫画家を目指している息子を誰よりも応援してたんだよ。だったら竜兵さんに教えてやればよかったのに。バーカ、家族のことなんて他人に言われなくたって嫌でもそのうち気づくさ。そんなもんかな。うん、そんなもんさ。お前だって本当は分かってんだろ、自分が捨て子だったってこと。何言ってるんですか。いい加減なこと言わないでください。いいんだ先生、別に気にしてないから。俊太君、照明の言う通り、もうずいぶん前から知ってたよ。でもはっきりさせちゃうと関係がおかしくなりそうで怖いっていうか、そのうち父さんも母さんも俺が気づいてることなんとなく分かってくれるかなとか思って、そのままにしてただけで。だっておかしいよねこんなの。親に気を使って何でもないふりしてるなんて、やっぱり本当の家族じゃないんだよね。いや、それが普通だよ。え？一番気の許せる相手が家族だなんていうのは嘘だ。みんな本当は家族にこそ一番気を使ってる。恵美子さんだって息子に気を使ったからこそ何も言わなかった。そうだろ。だけど相手のことを考えて無理して頑張ってなんとか幸せな関係を築いていく、それはそれで一つの家族の形だと俺は思うけどな。だけどどうして分かったんだよ俺が捨て子だって気づいてること。分かりやすいんだよお前は。俺を殴ったあの時、お前なんかに何が分かんだよ。母さんに謝れ。いいのかな、お母さんに払ってもらっても。分かったよ。バイトを断らなかったあの時、それにさっきも。誰のおかげで今まで生きてこられたと思ってんだよ。今時の高校生があんなに親のことを考えるなんておかしいだろ。まあバイトは普通に小遣い欲しかっただけだけどね。俊太君、絶対に留年せずに2年生になりなさい。